ちですからね。そうですね、うん、はい、だからもう流れちゃったら気にしない方がいいんですよね、うん、はい。さあ1回戦目難流になります。村上の親番、ドラはチーマンです。さあ村上の持ち手29,700点でほぼ原点に復帰しました。おお、これ難しい。悩んだのは本一か単八かだと思うんですよね。おお、この3万はこう手役を打った、かなり本一意識が強いと思いますね。これはやはり点数状況も大きく影響してるんですか。まあどちらでも、まあ本堂さんはそんな感じですよね。もともとの普通に打った感じですよね、うん、普通の3万でした、まあ、多分ですけど、ちょっと下の234345あたりの3色ちょっとあるじゃないですか、はい、なんですけどドラがチーマンなんで、まあ、3色やるにしても567789の方だな、じゃあ三増か 3万でいいかっていう感じでしょうね、うん、実際それがもう並んでますし。そしてシタラも今チュンチャンパイ、ローソウ、ウーピンと切り出していますね。シタラはチャンタですかね。なんか今日の対局こうチュンチャンパイ並ぶ展開多くないですか。いや、その並べるの好きな人多いですねで、これそれがどういうことかっていうと、はい、免税派が多いってことなんですよね。おお、そういった考え方なんですか。そうですね、今日の免税はかなり高い仕掛け以外はあんまりするイメージがない。まあ坂本さん以外はですけど、イメージはあるので、もちろんね、天候に応じたかわしてっていうのを使ってくるんですが、天候がないというかね、フラットな場面ではほぼみんな面前が強い打ち手が揃ってるなっていう感じがするんで、長くはなりそうですね、はい、私は今日もう日付変わる前に帰れればいいなという感じで、はい、局面はかなり深いところでの決着になりそうなんでね、はい、今のところ順調ですよね。そうですね、うん、高い盾を狙っている割に上がりもしっかり出てる。確かにそうですね、流局まだ1回ですね。で、今日面前派のこの4人でやってて、見たら分かるようにこれ3回上がりあったと思うんですけど、嬉しい裏市全員乗ってるんですよね。新井の52と設楽の1300-2600と村上の2400なんで、まあ、これがリーチの強みではありますよね。打点は高くなると、いや、それぞれがしっかり自分のスタイルにはまったそうですね、打って、まあ、したらも馬強合わせたりして加点してますね、うん、で近藤だけまだ上がりがないんですけど、はい、ドラくっついたんで面前リーチもあるんで、いいピンとかとりあえず切っといて何引いてからダブな本一はできるんでっていう形だと思いますね、うん、いや、解説通りのいいピンでしたね。さあ新井手が育ってきています。マンズの形サブロー級マニー固定、よくね、僕解説通りっておっしゃっていただくんですが、はい、それって打ってるのを見る機会が多いからだと思うんですよね。近藤さんにしても村上さんにしても M リーガーっていうのもあって、ってことは選手たちもその研究ができてるっていうことにもなるんで、この人はこういう打ち方するだろうっていうのを考えながらやっていくのを、それを外していく打ち方もまたみんなしてくるんで、そういったところも多分面白さで、見ながらの面白さになるかなと思いますね。難しいです。いや、難しい、相当難しいんですけど本当に高度なやり取りが行われているんです ね、うん、すね。ということはこの村上のスタイルチェンジもやはりそういった読みを外して意図的にやっている可能性があると、まあ、もちろんそうだと思います、はい、あと自分がそれが得だと思ってやってるところなんで、うん、さあ順目が今6巡目、やはり洗いがいいですね。いいですね。さあシタラが動きました。カンパーマン落ち、うん、これはシャンテン数としてはまだ遠いですが、まあ、ネックを一つ解消してドラを使い切ると。これがニューシタラですよって言いたいところなんですけど、これは前もやってた気がするんで、こういう守備もできて形が悪くて、まあ、ちょっと打点もあるっていう仕掛けはいつもやってるんですが、最初のトンの一曲みたいなね、安くて、まあ、上がりを取ってっていうのがほぼなかった選手なんで、今日はそういうのも織り交ぜてくると思うんで、設楽を結構皆さん知ってるはずなんで、まあ、高い仕掛けは高いと思ってやるはずなんで、ちょっとやりづらくなってると思いますね。村上の白がまさにそうですよね、うん、白は重なってなければ先に切りたい牌なんですよね、はい、重ねられる前に。ただ設楽は重なってることが多そうだなっていうので一旦手に留めましたよね、うん、その通りですよね。これが園だったら重なってないこともあるから先に打っちゃおうなんですが、設楽だったら重なってることが多いでしょっていう感じですよね。基準が高くなっていると、そうですね、
ただそれはもう読みを外してるんですよね。実際にそうじゃないんで、うん、もう先ほどのあの高度なやり取りが今こう心理的に行われてるんですね。そうですね。さあ村上、なんなら数ピンですもんね。数ピンもうぶった切ってきましたね。数ピンはね一番危なくない範囲なんですよね、はい、シャンタに当たらない範囲なので、両ピンとかの方が危ないんですけど、両ピンすら後回しにしたってことはもうチーテンかもしれないし、自分もまだいいシャンテンだしやめとこうって感じ。両シャンテンですね、失礼しました。はい、チート1の両シャンテン。それもここでピンズを連打しました。あっとダブナン、先ほど話題に上がっていましたね。これはウーマン打ちますか。トンとナン、それぞれ場に1枚切れ、ね、 まあ、あの近藤も、設楽の仕掛けに対して、まあ、リスペクトというか転敗しててもあおかしくないなっていうのもあるんで、冷静に冷静にやっていきそうですね、はい、いや設楽のこの仕掛けが場を支配してますね。あ、しかもションパイの白も打ってきて、いよいよ手は整ってる可能性の方が高いなになるんで押しづらくなりますね。しかし実際まだリアンシャンテン、もう設楽からしたらこんな手でねビビってくれるなら儲けもんですもんね。そうなんですよ、幻想は見えますからね、マージンやってると。こっちは下のって見えてますけど、3選手は純ちゃん3色ドライチだったらどうしようってなるんですよね。8000点のイメージが、 それをリャンシャン点ぐらいから切っていいのかっていう精査に入ると思うんで、うん、そしてアライガーツモが止まりました。ポンか、なんですね。そうですね、今度これでイーシャン点です。ダブナンドライチで、このポンの後の設楽が注目で、本物だったのかあるいはまだだったのかが分かりやすくなると思いますね、うん、押し返しが来た後に自身がどうやって打っていくのかだ。結構押してるなら設楽も本物だなと、結構引き身になったらあこれは本物じゃなかったのかなっていう風になっていくと思います。今回この近藤の仕掛けは強く見えますか。ダブナンポンなんで、ダブナンは泣きますからね、リャンハンなんで、うん、ダブトン泣かなかったですけどね、さっき確かに親でね。さあ今度この派手な捨て牌、チュンチャンパイの切り出しから今トンの統一落としが入りました。これでもね、使いやすいドラかそうじゃないかもよりますよね。さっきねドラ9ピンだったんですが、今回はチュンチャンパイだったんで、はい、アライがここでテンパイ、サブローピン待ち、換算層の地です。お、上がりが約束されたみたいなサブローピンに見えますよね。ニャンピンスーピンめちゃくちゃ切れてるんですよね。アライの目から特にスーピンは4枚見えてる、リャンピンも4枚見えてて、3ピン1枚切れで泣きも入ってないので、うん、まあ、読み通り山に3枚3ピンありますからね。そして近藤もテンパイの入り方によってはローピンが押し出される可能性がありますね。あ、確かに、あ、そうですね。しかも近藤からしたらまあローピン打ちたいは打ちたいですよね。設楽がまだ手出し入れてるわけではないんで、あ、今1ピン手出し入れたか、入れたけど、まあ、チャンタに当たらないですからね。そうなんですよね、そこがある分設楽に対してはローピンのが打ちやすい。さあ親番の村上、なんと村上以外が全員仕掛ける展開になりまして、今苦しめられていますね。じっくりと考えて急走切り。さあこれもテンパイ、テンパイは切りますか。はい、老朽万待ちです。あの2巡目にウーピン出てるじゃないですか、設楽の捨て牌、はい、でチャンタの時にやっぱり2巡目ってまだチャンタ以外の例えばリーチとか面前で行くのも考えるので、あのウーピン落ちる時のピンの上の持ち方ってペンチーピンが一番多いんですよね。ペンチーピン6球ピン、カンパーピンはやっぱり3番目になるので、パーピン5、7、9か5、8、9の形の差ですね。そうですね、パーピン比較的打ちやすい、ピンズの中では打ちやすい、はい、そして村上がこれでテンパイは出ちゃいますね、振り点なんで9万が、で9万本能に当たりですからね。さあどうなるか、いやしかしここでじっくり考えるのが村上ですね。でもこれ全員に打てる牌ってあるのかな。ウーピンか、チート1テンパイですけど安いっていうのも含めるとどうするかってことでしょうね。テンパイ崩す可能性もあるということですか。テンパイ崩す可能性あると思います。全然あると思いますね、はい、9万自体が
まあ、今回この9万は危ないってことですよ。アパートもね今通ってるんで。いやこれですよね。いやこれは9万切る方がかなり多いんじゃないですか。こういう風に打つとラスが一回もないっていうことになるんですよね。いやこれは見事ですね。これしかもこうラス目の近藤に対してかなりこうシビアに今打ったことになりますね、はい、いや素晴らしい宝珠回避です。そうですね、荒井には荒井は単葉っぽいんで、うん、あれには当たらなそうですもんね、9万は。そして設楽はまあカンパーマを打ちしてると。ただ設楽に対してパワーピンを押してるっていう事実が入ってるん で、ね、まあ、それが一番だと思いますね。あ、じゃあ今度もテンパ入ってるならあの顔を見て6、9万が打てますかっていう判断だったと思います。いやすごいですよ、親番でわーいって切っちゃう人絶対、まあ、私もなんです、切りたいから言ってるんですけど切りたいは切りたいですよね。切りたいですよね。切りたいは切りたいですね。いやこの曲面白いですね。設楽のカンパーマンからそれぞれの対応から、そして今荒井がこうペイで形を変えたと。いやこれ唯一残ってる役割がペイだったんですよね、設楽に対して。実際1枚持ってますね、はい、でダブナンポンしてる近藤に対して別に当たんないとも言い切れないんで、このペイは行きづらいだろうっていう判断でしたね。設楽はペイ茶でした。これテンパイしてるの近藤だっけ。あ、これペイ短期に取りますか、形式テンパイ。ただピンズが打ちやすいんで安全牌を減らしても大丈夫かどうかってことを考えてますよね。さあ、来天牌3万を切るのであれば設楽と近藤それぞれの現物ということになります。あ、そうです。3万は切れてもう1枚3万あるんですけど、あの流局までに安全牌が足りそうかどうか、村上からリーチ来たらどうしようとか、そういうところでしょうね、うん、さあこれで2風呂目。お、天牌だ。イーマンとキューピンのシャンポ待ちしたらここまでたどり着きました。なんかでも荒井からしてもホッとしますよね。ペイ打てるんで、ペイ出てきたってなるんで。いや今後柔軟に対応できますね。そうですね。さあ積もった。今度自力で積も上がりましたね。ダブナンドライチのこれは千二千の上がりとなりました。見どころ多かったですね、うん、うん、村上のね9万止めが良かったですね。それもありましたし、近藤の何残しも良かったですよね。手役を狙いながら、はい、あれ何ドリーチ、リーチ手順だったら切ってもおかしくなかったんで。いやこの曲も A1 らしさがもうぎっちり詰まってるような読みも入って打点作りもあって面白かったです。そうですね。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。